2022-23 ヨギボーWeリーグ第21節マイナビ仙台レディースと野島アステラ神奈川相模原の一戦ハイライトです。でまずは前半立ち上がり4分のシーン、松久保から宮澤が抜け出して持ち上がってそのまま落ち着いてシュートを放っていきます。マイナビ仙台宮澤ひなたのこのゴールで先制します。白野もついていましたが、続いて9分のシーン、松久保からのシュート久野がしっかりとキャッチをしています。そして15分のシーンです。隅田から奪った藤原シュートを放っていきます。松本真美子がセーブをしています。そして29分のシーン、宮澤、松久保とパスでつなげたところ、隅田がシュートを放っていきました。30分のシーンです。マイナビ仙台の広沢と野島ステラの松本真中が接触をして PK、 大賀が落ち着いて左隅に決めていきました。松本真美子も触ってはいるんですが、大賀のシュートの威力が勝りました。これで1対1の同点です。同点のまま後半へと折り返していきます。49分のシーン、杉田のシュートこちらです。ここは松本がしっかりとセーブをしています。51分、中島のコーナーキックから国武が足を出してシュートを放っていきました。そして杉田のコーナーキック、68分、野島ステラのシーンです。松本真美子がしっかりとキャッチをしています。76分、マイナビ仙台佐々木が上がってクロス、松久保が合わせて飛び込んできましたが、ここは惜しくも合わせることができませんでした。83分のシーン、久納のゴールキックからこぼれたところ、宮澤が自らシュートを放っていきましたが、惜しくもゴール左にそれています。86分のシーン、藤原、そして伊藤から飛び込んできた藤原がシュートを決めることができませんでした。マイナビ仙台と野島ステラの試合は1対1引き分けに終わっています。